つもご視聴ありがとうございます。クイックカードの富山恭平です。今日の業者様向け T シャツプリント講座はプリント T シャツの選択の注意点についてご案内したいと思います。弊社なんですが、個人用、業務用それぞれに転写し、選択に強い選択系のトップの5級、そういったものを販売しているのですが、お客様からご相談いただけます。それがですね、実際の業者様、こういったプリント T シャツを作ってお客様にですね、お渡しするときに、はい、選択の注意点は何かございますか、またドライクリーニング大丈夫ですか、そういった質問をいただくみたいです。でそれに対しての回答というのはですね、少し困るケースがあるというのですね、ちらほらとお聞きしています。今回ですね、この T シャツプリント、選択に強いんですが、何をしてもいいわけではございません。そのあたりのですね、してはいけないこと、またはして大丈夫なこと、そういったところですね、整理整頓をして、実際お客様ですね、業者様がですね、お客様に渡すときに自信を持ってお渡しして、商売繁盛につなげればいいなと思いまして、今回ですね、動画を企画いたしました。この構成としてはですね、第1部、まずこの後ろのですね、プリント T シャツのタグですね、選択表示がございます。この選択表示について説明していきます。そして第2部なんですが、これは弊社の方でご案内している選択の注意点です。でまたですね、注意点でやっちゃいけないということをちょっとやってみました。3点、これですね、動画でご案内いたします。そして最後にですね、実際やった選択のトラブル、また今後ですね、どういったご案内がいいかというところですね、説明いたします。これですね、皆様のご商売、またこのプリント T シャツ着ている方もですね、実際に扱うというところでは参考になると思いますので、ご参照ください。ではどうぞ。はい、では T シャツについているこのタグの選択表示についてご案内したいと思います。こちらなんですが、はい、プリントスターさんの、はい、085CVT ヘビーウェイトの面の T シャツでございます。伝えたいのがですね、この記事自体でですね、この選択についてもうすでにメッセージがされているんですね。こういった無地のものであってもプリントする前にですね、これですね、皆様ですね、押さえていただきたいと思います。こちらなんですが、はい、消費者庁ですね、はい、の方で出ている、はい、選択表示のですね、一覧でございます。これですね、はい、A4 の表裏で出てくるところでですね、選択の仕方、漂白の仕方、乾燥の仕方、アイロンのかけ方、クリーニングの種類というものがございます。で、弊社ですね、多くのプリントしている T シャツがあるんですが、これは大体見ていたんですが、大体ですね、この選択の仕方、漂白の仕方で似ている部分があったので、それぞれですね、ご案内したいと思います。これですね、085CVT、これも一緒でございます。まず選択の仕方、こちら、はい、気温は40度を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。次、漂白の仕方、塩素系および酵素系漂白剤の使用禁止、はい、次、乾燥の仕方、タンブル乾燥禁止、タンブラーダメと。で自然乾燥、こちら日陰の吊り干しが良いと。で次、アイロンのかけ方、底面温度150度を限度としアイロン仕上げができると。で次、クリーニングの種類、ドライクリーニング禁止というふうになっています。ここで注目いただきたいのが、タンブラーとドライクリーニング禁止です。こちらですね、お客様から多くいただく質問なんですが、生地自体がですね、そういったものに耐えることをですね、推奨していないのですね。だからお客様にですね、はい、ご案内するときに、こういった紙とですね、T シャツのタグを見合わせて参考にしてくださいよというのもいいと思います。一点ですね、気になったのがアイロンのところですね。これが実際熱転写、熱プリントしているときに、この150度のこれでできるという表現は少しプリントによって変わります。これはですね、ちょっと注意してください。一方、ドライクリーニング、タンブラーに関しては、そのですね、生地がすでに訴えているということで、実際販売される生地のタグとですね、こちらのこういった表示を見比べて、はい、見合わせてですね、ちょっと参考にしてください。では次に、弊社からですね、プリント後の注意点、選択時の注意点、こちらですね、 PDF でまとめています。コメント欄からですね、こちら見れますのでご参照してください。こちらですね、少し抜粋いたしますが、注意点、はい、話していきます。プリントした部分には洗濯前洗濯後に関わらず、絶対に直接アイロンをかけないでください。冷たい水を利用し手洗いはしないでください。漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。ドライクリーニング、つけ置き洗いはしないでください。タンブラーのご利用はお控えください。洗濯した後はすぐに自然乾燥してください。このあたりがですね、はい、結構ですね、重要なポイントでございます。で今回ですね、この中の、はい、漂白剤と柔軟剤を使用しないでください。次にですね、タンブラーを使用しないでください。次ですね、
アイロン絶対直接かけないでください。こちらですね、実際やってみました。それで、どのようになるか、タイプ W なんですが、これは今からご覧ください。ではどうぞ。はい、ではこのプリントした生地をですね、この洗濯機で柔軟剤と漂白剤を使って洗濯実験してみたいと思います。このポリエステル生地なんですが、はい、抜き入れ転写紙タイプ W でプリントしました。このようにですね、2つ同じ柄ですね、ありますので、ハサミで切って、1つはですね、この漂白剤柔軟剤を使って洗濯して、1つは何もしないということで、この比較をですね、検証したいと思います。計5種類の、はい、このイラストをですね、洗濯機の中に入れます。もうすでに漂白剤柔軟剤洗剤が入っています。これを洗濯して試してみたいと。洗濯が終わりました、はい、こちらにあります。これからこの5種をですね、天日干しして、はい、比較していきたいと思います。はい、では左側が今回洗剤、柔軟剤、漂白剤を使って天日干ししたもの、実際12時間ほど経過したものです。で、右側がですね、何もしていないものです。で、こちらの比較なんですが、はい、見ていただくと分かると思うのですが、ほとんど違いはございませんでした。この実際使った、はい、漂白剤柔軟剤なんですが、ドラッグストアさんで、はい、一般的に売っているものを使いました、はい、現状ですね、この先ほどお見せした洗濯機ですと、このような結果になりました。はい、では次は先ほどの、はい、天日干ししたものを少し濡らして、このコインランドリー、はい、タンブラーでやってみたいと思います、下にあるようにですね、約30分ですね、やってみたいと思います。では結果をですね、はい、お待ちください。では乾燥機が終わったので、はい、取っていきたいと思います。早速手が見ますが、あまりちょっと影響は少ないみたいです。はい、で今近所のコインランドリーでタンブラーをかけたものが左、右側がですね、何もしていないものになります。で、結論から言うと、比較してもですね、ほとんど違いはありませんでした。左側が、はい、タンブラーをですね、30分ほどしたものです。はい、ではプリント面に直接アイロンをするとどうなるかを検証しています。こちらですね、直接、はい、アイロンの中央を今ギューッとしています。すると、はい、このようにちょっとくっついてしまいました。これですね、ちょっと取ってみます。はい、これでお分かりだと思うんですが、このプリント面がですね、くっついてしまいました。なので直接アイロンはですね、するとイラストにダメージあるので、絶対しないでください。したい場合ですね、こういった離型紙、はい、こういったものを上に敷いてアイロンをプレスしてください。このような感じですね。はい、今回禁止の3つの事項をしたのですが、それぞれ解説していきます。柔軟剤、漂白剤なんですが、はい、あり得るケースのトラブル、今回は無事終わったんですが、はい、漂白剤が強い場合ですね、海外製などで強力なものもあるみたいです。このやはりどうしても漂白剤の効果が出てしまって白くなってしまうんですね。そういった時にですね、はい、トラブルになったりします。もう一般的なものでですね、あまりトラブル少ないかもしれませんが、ご注意ください。で、次なんですが、タンブラー、今回使ったコインランドリータンブラーですが、そんなに新しいものはないですが、このタンブラーをですね、コインランドリーなどで使うですね、機種によって、はい、新しいものになると温度がかなり高いらしいんですね。220度とかそのぐらいになるみたいです。これですね、この、はい、転写なんですが、125度で、はい、熱を与えて固まらせています。それを一旦200度にするとですね、がまた戻ってふわっとしてくるんですね。それによって、はい、この回していくことでダメージがあって取れるというかですね、ちょっと引き裂いたような形になるというリスクがありますので、生地自体もですね、タンブラーか推奨しているのは少ないのですが、こちらのタンブラーもですね、ご注意ください。最後に直接のアイロンですね、はい、これは完全についてしまいますので、ここはですね、基本的にもう絶対につけない、またはやる場合もですね、理系紙
のものですね、シリコン紙などを当ててやるというふうなご理解、まあ、ご案内をしてください、はい、では実際使えるですね、はい、洗濯の、はい、テクニックをご案内いたします、まあ、こちらプリントしたものなんですが、こちらですね、はい、裏返しにします。このように裏返しにして、それで洗濯機の中に入れると、はい、よりいいです。洗濯面がですね、あ、プリント面がですね、洗濯の内に行きますので、この摩擦が少なくなるんですね、まあ、これ1枚で洗うとより一緒に洗いますので、そういう摩擦の耐久のところですね、こちらにするといいです。あとはですね、ネットですね、100均なら売っている洗濯ネットの中に入れてやると、より外部からのですね、ダメージが少なくなるのでいいです。またですね、はい、こういった今のこういったベタっとしたですね、イラストの時の、まあ、あったトラブルなんですが、はい、洗濯が終わって脱水をしてですね、こういった折れ曲がった状態ですね、なっていて、自然乾燥ですね、までの時間があった時に、この折れた部分でですね、ダメージがあったというお声が聞きます。これの対策としてはですね、少し脱水のところを、まあ、弱くする、少なくするということもあります。ただですね、まあ、今のこういったネットとかしていれば基本的にそういったダメージは少ないのですが、できる限りですね、この洗濯が終わってから自然乾燥の時間は長い方がいいです。まあ、私も洗濯した後にこの、はい、まあ、自然乾燥をせずにちょっと時間が経ってしまった時に、まあ、思いっきり脱水した後で服がぐちゃぐちゃになって固まっているということがですね、ありました。皆さんもそういった経験があるかと思います。そういったぐしゃぐしゃとなってしまうと、どうしても固定化されてこのように跡がついてしまいますので、それはご注意ください。はい。こちらがですね、はい、私が寝巻きで、はい、実は使っていたもので、2年間、3年間ですね、ちょっと着ていたものです。これもですね、はい。まあ、当然ですね、寝巻きで使っていたので洗濯をしているのですが、はい。まあ、生地は少し傷んだりしているのですが、はい。このイラストとかへのダメージは少ないです。まあ、こちら正直ですね、まあ、特にネットとか反対にせず、もせずですね、はい、普通に洗剤でやっていたものです。まあ、洗濯回数にしたらですね、まあ、本当夏場の3ヶ月間ほどで3年ほどですので、双方100回ぐらいですね、洗濯したものですが、特にダメージが見受けられず、まあ、こちらタイプ W で作ったものです。まあ、堅牢度、改めて洗濯強度は強いなと思いますが、まあ、そうですね、まあ、結構ほとんどのお客様ですね、タイプ W に関してはですね、洗濯の強度が強いので、はい、特にご不満なく使っていただいているのですが、はい、まあ、さっき言ったですね、注意点がやはりあります。まあ、漂白剤ですね、これも強いものですとございます。なので20枚ほどですね、こういった同じデザインをですね、お客様にお渡しして、一人の方だけですね、洗濯のクレームが来たと。で、おいおいちょっと話していくと、やはり漂白剤っていうところが怪しいのではないかと。そうですね、はい、まあ、すごい折れが入ってしまったと。で、その方もちょっとお話を聞いていくと、はい、まあ、やはりこの脱水をして自然乾燥までの時間が長かったと。で、いろいろなパターンがございます。なのでですね、ある程度、やはり責任のですね、所在というところは大事かなと思います。まあ、弊社は、まあ、こちらとしてですね、まあ、プリント業者さんとして、ここまではですね、伝えることがやはり責任。あとはですね、もうお客様の自己責任ですよ。そういうふうにスタンスをしていかないとなかなか難しい、やはり漂白剤の種類というのもいろいろありますので、基本的に漂白剤も、まあ、お控えくださいというところですが、そうですね、文章をですね、作成して、はい、まあ、こちら、すいません、まあ、弊社が案内しているものなんですが、まあ、こういったものの、よりはがきぐらいのサイズにですね、まとめて、ここにですね、T シャツプリントと一緒にしておくとですね、いいかと思います。まあ、新しい洗濯表示というものもですね、このようにございまして、はい、いろいろ書いてあるんですが、やはりパッと見なかなかわからない。私も正直ちょっとわからないように見て説明していたのですが、こういったですね、何をしちゃいけないとか、そういったところですね、はい、まあ、丁寧に、はい、こういったものを添えてしていただくと、お客様はですね、きっと喜んでいただけるのではないかなと思います。まあ、こういった熱転写の特徴としましては、はい、この熱で、はい、この生地を当てて、ぐーっと押し込ませてですね、定着させて、冷えて固まるんですね。で、大体、まあ、弊社のこちらに関しては、24時間以内にはですね、洗濯などをしないでくださいと言っています。大体これはプリントしてすぐお渡しして、すぐ洗濯に行くことは少ないと思うんですが、まあ、1日ほど経つことでより定着がしっかりします。逆にですね、プリント直後というのはですね、冷えがまだ甘いので、この繊維とのですね、相性というところではまだ柔らかいです。そういったところでぐーっと生地を伸ばしたりとかですね、ワッとしてですね、あ、ちょっと洗濯に弱いとか、とかおっしゃる方もいるんですが、決してそうではないという認識ですね、ご理解ください。基本的に冷えて固まると。
なんかタンブラーの話でいくと、タンブラーですね、200度近くまでいくので、要するに浮かび上がってくる、はい、冷えて固まったものが浮かび上がってくるというリスクがございます。一方、今回ですね、ご案内している基本的なものは、弊社の白トナープリントに関するものでございます。なのでですね、基本的に洗濯機に堅牢度5級のものがありますので、他のですね、いろいろな製法がありますが、そこにですね、まあ、必ずしも同じような強さがあるわけではないということでご理解ください。基本的な考え方はですね、同じでいいと思います。洗濯を、はい、プリント面を裏返しにしてですね、で、ネットに入れると。これはですね、非常に簡単にご案内できる方法です。また柔軟剤、はい、漂白剤はお控えください。ドライクリーニング、タンブラーは禁止。これに関しても生地が訴えかけています。なので、まずですね、生地が何を訴えかけているか、洗濯表示ですね。で、その次にですね、はい、ご自身で伝えるというところだと、お客様でお願いいたします。というところでですね、元業者様としてできる最善、最大のところかなと思います。まあ、こういったですね、まあ、洗濯表示のいう、いやですね、弊社のご案内して PDF というのはですね、コメント欄に貼り付けていますので、ぜひご商売のお役に立ててください。またご不明点やご相談点はですね、お気軽にご連絡ください。今日もどうもご視聴ありがとうございました。